楽しみだし、皆さんいかがでしょう。とても今回のコールの場にもなりましたので大変嬉しいです。最後のこの後、長谷川先生のマダラビジュアル掛け軸のそういうのはありますので、ぜひ皆さんも楽しんでいただきたい。もしちょっとだけの時間を、この場を借りて皆さんに、チベットの話を少しさせていただきます。私たちさっきも申し上げました、チベットは今大変な時期に、おります。私たちチベットの人々は今焼身自殺者が117人に渡ってます。焼身自殺するというのはそう簡単ではないんです。私たちチベット人の普通の日常生活の中では自殺という言葉はあんまり、使わない言葉、普段あんまり馴染まない言葉なんですけれども、チベットの中の今の状況があんまりにも深刻なんで、私たちのチベットの国を2000年以上の歴史があった国なんですけれども、文化もとても豊かな、そういう国と民族なんですけれども、これが、今国を侵略中で、そして、1959年から79年の間に20年の中で、チベット人の命を失った数が120万人に渡っています。120万人のチベット人の失っています。これが一つと、それから2008年から皆さんご存知のように、今チベットの中では非常に深刻な状況が続いて、この2008年から2012年の間にチベット人何万人のチベット人が命を失っています。チベットの中に、観光いらっしゃってる方々も毎年にいらっしゃってる方々の話によると、前はチベット人のお坊さんによく見かけるけれども、この 2,3 年のお坊さんの数がうんと減ってると、どうしたんですかっていう、非常に皆さんびっくりしてる。それから中国人の人で毎年チベットに行ってる人たちもびっくりするような、なぜチベットに人々は少なくなったんですかという、私たちチベット人、外国人のもちろん中国人、北京、上海からチベットに渡っている人たちもびっくりするような、そういう状況が今続いているというか、こういう現状をチベットに今続いております。私はこういうチベットの文化を通じて皆さんにチベットの現状をアピールしたいので、どうぞ私たちの、現状はあまりにも深刻なんで、世界中はチベットの現状に対して、この3つの猿のような、見ざる言わざる聞かざるような、そういう状況が今続いてるけれども、でもこういう悲しい状況の中で、また私たちにはこういうご国人様の方ように広い心の面で今日のこのイベントを実行できたんで、そういう意味で大変感謝しております。どうぞ日本の皆さん、私たちのチベットの現状も、少し理解をしていただきたいので、どうぞ私はこのようにアピールしたいので、よろしくお願いします。どうも。
時間を